to summon a god. どうしたんだ、ため息なんかついて。お前の魂の回復が十分でない可能性があると聞きましたが、私がしてあげられることはあまりなさそうです。アスナや他のリアルワールドから来た人々と比べて、私はお前との思い出ならあるだろ。一緒にセントラルカセドラルの外壁、あんなヒヤヒヤした経験は忘れられないよ。はあ、ちゃんと覚えているのですね。ああ、もちろん覚えてるぜ。アリスが細い足場を怖がって動けなかったこともな。どうやら余計なことまで覚えているようですね。今からその記憶を消して差し上げましょうか。ちょっと目が怖いぞ、アリス。お前が意地の悪いことを言うからです。ごめんごめん、悪気はなかったんだよ。しかし私も思い出してきましたよ。お前はあの時、私こともあろうにバカバカバカと。アリスがやけになって塔から落ちようとするからだろ。俺は別にアリスをミスミス。結果的にはお前の判断が正しかったことは認めますが、他にも言いたいことはいろいろあります。まだあるのかよ。もうこの際だ、思ってること全部言ってみろよ。では遠慮なくそうさせていただきます。そうですね。なんだよ、急ににやけ出して。にやけてなどいません。ただ不思議に思っただけです。不思議って？お前と共にカセドラルの外壁に投げ出された時、私の中には恐怖や様々な感情が渦巻いて、でも今その時のことを思い出すと、なぜか懐かしく温かいような気持ちになるのです。一言では言い表せない、でも不思議と嫌ではない気持ちです。ハリス。あ、それが思い出ってやつなのかもな。人の感情や記憶ってそんな単純なものじゃなくて、悲しみも怒りも喜びも複雑に重なり合ったものなんだろうな。感情や記憶は重なり合ったもの、一つだけじゃなくいくつも同時に生まれる。そうだ。だから嬉しいのに涙が出たり、怒ってるのに悲しかったりするのかな。確かにそうかもしれません。今の私の感情もうまく形容することができませんから。今の感情？ええ、お前とこのようなことになっていて、恥ずかしいのか安心しているのか、それとも
いえ、何でもありません。なんだよ、言いかけてやめられると気になるんだよな。何でもありませんと言いました。ともかくこうしていることでお前の魂が少しでも回復するのなら。それはすごく嬉しいよ。私でも多少は役に立てるということでしょうか。少しどころか本当に助かってるよ。それならばまたお前の記憶の確認に付き合うとしましょう。